高崎三条は別府湾を望む標高628メートルの高崎山山頂部に築かれた山城です。約10キロ東方には大友氏の守護館跡や中世船井町跡を一望することができます。奈良時代の記録によると山頂にはのろしがあったとされ、鎌倉時代の初め大友勢が豊後に入府してきた時、阿南惟家は立てこもって交戦したとされています。天文初年頃、20代大友義明は山口の大内義隆軍の豊後侵攻に備えて諸豪召集を途上させ、築地や茅屋や石築地の普請をしています。続く永禄5年、21代大友宗麟は非常時の守りのための改修を行っていて、この段階に土作りの廓を中心とする縄張りのベースが整ったと思われます。さらに22代の吉宗は天正14年、薩摩の島津家久と弟の義弘軍の豊後侵攻に備えるため各市に城の改修を命じています。その改修は石積みと組み合わせた新しい技法が多く見られ、一部の廓などを中心に行ったと思われます。この戦いは豊臣秀吉の九州入りを知った島津軍が天正15年に豊後から撤退して終わります。以後高崎三条は資料から姿を消しました。山頂は北西から東に細長く弓なりに伸びる形状で、縄張りは城造りの機能や特徴から大きく A から D の4つのエリアに分かれます。 A のエリアは高崎山の最高所にあたり、土塁で囲まれ、城の中で最も大きい廓1が作られており、高崎三条の中心廓と考えられています。 B のエリアは大規模な堀切り F と石塁で区画され、石積みで囲まれた宝剣の廓2を中心に廓群が階段状に連なります。 A のエリアは土作りの廓に対し、 B のエリアは石積みの櫓台があるなど、石積み技法を多用する特徴が見られます。 C のエリアは東端から南端の尾根に作られた作兵団群で構成されています。D のエリアは南斜面に作られた縦堀と畝状空堀群が築かれています。この部分は山上周辺で最も緩やかな斜面であり、危険であることから縦堀、畝状空堀群を組み合わせて斜面全体を強固に守ったとも考えられています。広大な山上には様々な遺構が残されていて、現在も良好な状態で見ることができます。高崎三条を登ってみました。高崎山南登山口駐車場に車を止め、登山口まで歩きます。登山口まで20分ほど、そこから主客部まで30分ほどかかります。登山道は比較的綺麗です。なお、高崎山は、麓に高崎山自然動物園があるように、多くの猿が生息しています。猿にもし遭遇した場合の注意点ですが、猿に触らない、猿をからかわない、猿の目を覗き込まない、猿に食べ物を見せない、与えない、昨年の12月末に登りましたが、その際は猿に遭遇しませんでした。ですが、時期、時間に関係なく、猿や動物に十分注意していきましょう。高崎三条の見どころの一つに、正面小口が挙げられるかと思います。
正面小口は累線から少し張り出した東と西の石積みされた櫓をつなぐ塀の西側を開口する吉良小口です。急峻なつづら折りの城道を上り詰めると直角に左に折れ、さらに上り城門を右に折れて入り、内部の内マス状の空間から T 字に振り分ける構造になっています。小口前面の通路部分は西櫓から南東に伸びる塀と東櫓隅につなぐ南斜面の石塁によって城内側から見て右側の累線を突出させ、横屋のかかる外間姿の空間となっています。石積みは1メートルを超える大型の自然石を使って野面に積み、高いところでは2メートル弱あります。現在も櫓台跡とその高まりが残されていて、当時の状況を思い浮かべることができます。主客部となる曲輪1に向かいます。曲輪1は略五角形状の形をしており、城内で最も大きな曲輪です。周囲を土塁で囲んでいます。曲輪1から南西部に移っていくと、堀切りで分断された後に曲輪2が現れます。曲輪2は城の中で最も丁寧に作られている印象を感じます。長径約50メートル、短径約30メートルの南北に長い長方形の曲輪は、北側を大規模に堀切り、西斜面の石塁と組み合わせた縦堀とつなげ、尾根と斜面を強烈に遮断し、三方を石垣と横堀で固めています。さらに小口の両側袖には巨石板を立て、格式の高い門構えになっています。空間構造は本来最高所の曲輪1が主格であったものを、最終段階に実質的な主格として曲輪2を再整備し、求心力を持たせた構造に作り直したと考えられています。つまり高崎三条はこの大規模な堀切りと、それに連なる縦堀、そして南の尾根を遮断する壮大な累線を設けて、南北ラインを新しく決め、正面小口周辺累線となる西の帯曲輪の斜面際に沿って累線を設け、横の守りを固め、城域をコンパクトに2分の1の規模ほどに集約し、東南部緩斜面には宇根城空堀群を設け、外縁部を防御した山城に改修したとも考えられています。高崎山から続く尾根を東方に下った麓周辺部田の浦に城跡と思われる遺構群があり、高崎三条の市場とも考えられています。四季折々の山の風景を楽しめて、山頂部からは別府湾をはじめとした絶景を堪能できる高崎三条。その山頂周辺、戦国時代末期における様々な改修への思いが込められた遺構を中心に、高崎三条は今も静かに生き続けています。